フラミンゴはこっちで引きつける。引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。分かった。工場を見つけて潰せばいいんだな。じゃあドフラミンゴの手下から情報を聞き出してみる。これは船番だ。スマイル工場はどこだ。フラミンゴ、なんだよそれ。嘘はついてないよ。他を当たるか。貴様らは麦わらの一味。フラミンゴ様に手出しはさせねえぞ。俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かうぞ。スマイル工場に出て教えろ。工場？そんなもん街中にはねえよ。麦わらの一味とローダー、あいつらを倒せばボーナスが出るらしいぞ。下っ端だ。さっさと倒せ。ドフラミンゴが来るんだろ。怖え。あんまり気が進まないけど。シーザー、お前も戦え。これは大事な人質じゃねえのかよ。スマイル工場はどこにある。僕は知らねえが、秘密の工場が地下にあるらしい。地下にある工場ってのはどっから入るんだ。確かおもちゃの家から地下工場に行けるって話だ。おもちゃの、そこが入り口かもしれねえな。余計なことをしゃべんじゃねえよ。さっきまでの下っ端どもより強そうだな。姿の差をひでえ目に合わせた。マロー無言のエッドホーエラミエッドウーサイストピンポーズ。俺はスプラチマに行ったんだ。
仲間は失ったが、俺の中の世界はひっくり返ったぜ。強くなったな。俺も昔とは違う。もうお前を笑わない。俺は何も変わらねえな。みっともねえ。時間か。あ、手がかりはつかめたな。シャンブルズ、シーザーを連れて逃げろ。シーザーは俺の部下だ。心臓を奪い返してくれるのか。基地の会に協力するのは大事だ。三刀流の極意よな。寮の処分は後で。なんでカイ君が俺を狙う。俺はドフラミンゴの部下だぞ。軟弱者は不要だ。メラミン、そっち行くから待ってろ。
心配なんぞしやがって。違うぞ。そこを抜けて勝手に行け。俺はドフラミンゴを裏切れねえ。キザーグ、少しばかり増援を回してくれるか。集合場所を確保してくれ。俺は一旦サニー号に戻るぞ。誘い込む罠だろう。あの身を敵に食われたらまずい。
損したみたいだ。これで片付きそうだ。これで終わりだ。グローアップ突撃地下通路がある。そこから工場を奇襲しなさいや。よし、工場をぶっ壊しに行くぞ。え、行きましょう。じゃあ、工場はお前らに任せた。俺は敵を引きつけておいてやるよ。からも言われてるからね。これ以上増援を呼ばれたくねえな。でんでん虫に凍ってもらうか。ここで意味なく暴れ続けると決めたのさ。分かった。覚悟しろ。ここに奴を工場に近づけるな。工場の破壊には準備が必要だ。敵をしばらく近づけるな。よし、偵察に行ってくるぜ。
手ごわくなったね。またの機会にしとくよ。工場に手は出させねえよ。海兵どもはもう用済みだが、あいつらは少し知りすぎた。口を塞いでおかねえとな。は後だ。まずは目の前の敵を倒しちまおう。工場を守ってくれる約束だろう。うちの兵力ってやつを見せてやろうか。決して折れない。どうするんだ、手ごわい。簡単に勝たせちゃもらえねえらしい。
空想剣消えたな。工場を破壊する気なら急げ。俺たちにスーパー任せろ。よっと、そろそろ行くか。工場が消されたんじゃ、この国はもう用がねえ。誰一人生かしちゃおかねえよ。この場に残っているものは全て消してやる。無差別攻撃か。止めるぞルフィ。ドラミングをぶっ飛ばせ。誰一人生かしちゃおかねえよ。自分の手下まで操ってんのか。操り人形はいくらでもいるぞ。さあおとなしく消されろ。仲間がいる限り
は負けねえ。もう俺の意図からは逃れられねえ。終わりにしてやる。